大分県立別府青山高等学校は、かつて大分県別府市野口県にあった公立高等学校。2008年1月9日に大分県教育委員会が公表した2010から2014年度の後期高校再編計画の検討素案においては、本校と別府羽根室大高校とを統合し、新たな高校を本校の敷地に設けることが提案された。 同年8月27日に県教委が決定した最終案では、本校及び別府羽根室大高校に加えて、別府私立別府商業高校を県立高校に移管した上、3校で統合を行うこととなった。新設校は2015年4月に本校及び本校と隣接している別府商業高校両校の敷地に開校した。普通科4学級、商業科3学級、 グローバルコミュニケーション科1学級の計算学科8学級が設置されている。名称は別府省青、別府総合、別府希望研究の3案の中から大分県立別府省青高等学校が選ばれている。省青の省には羽室大の羽が含まれていて、読みは別府省業の省と同じであり、また青は青山の一字である。本校は 在校生が卒業する2017年3月末をもって閉校した。ありがとうございます。